こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室、個別フルサポート、会員募集中です。6ヶ月で月額100万円稼ぐオーストラリアアマゾン室、個別ビジネスサポートの受付です。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、 不景気の長期化。まあ、これからの日本人を待ち受けるというかね、もうすでに影響が出てますんで、それらの影響を受けて、世界幸福度ランキング、日本は順調に順位を下げ続けています。今、58位ですね。まあ、もう前後は、ね、かなり大変な国とかね、聞いたこともない国です。そして、不名誉な1位というか、ねえー、世界重税率ランキング。 税金が世界で2番目に重い。ただ、この1位のアルバという国はね、人口10万人ぐらいしかいない小さな国ですから、まあ、実質日本が世界一、税金が重いということになります。給料は安い、税金が重い。まあ当然そういった社会はゆとりがなくなりますので、まあ、けしからんというようなの多かったりね、他人に関与差がなかったり、所得の低い人は何の保証も受けなくて生きていくだけでやっとという状況ですから、 まあ、なかなか日本で幸福感を感じるのは難しいと。日本人が幸せになるためには、革命家、哲学家、宗教、あるいは日本人が今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。輸出ビジネスで稼ぐスキルが必要です。この申し込みページを読んでいる新たに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。 オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。アマゾンを使った輸出ビジネスは結果が出るのが早いです。まあ実質半年で覚えたことはね、今もうずっと何年もこれアメリカアマゾンで稼いでる方の画面キャプチャーなんですけど、まあ月に380万ですから税率30%を超えますんで、あの利益率30%を超えますでね、まあ、月100万以上一人で稼いでるという方がいますし、まあ2万2000ドル え、これ約250万ですから75万円ぐらい。ね。全然日本で稼ぐのが大変な金額を、まあ、わずか半年で身につけたスキルで稼げるのが Amazon を使って必ビジネスです。そして、これから一番稼げやすくなる Amazon 市場はオーストラリア。ね。何しろ、オーストラリアは27年間好景気続きです。そして、ま、人口が増えてるということも好景気の原因ですけど、 ま、人口が先進国中で最も増加してる。好景気で人口が増えてる。当然不動産も上がる。株も上がる。年金問題も問題ない。ということでね、えー、みんなジャブジャブお金使いますんで、世界一金持ちが多い国になりました。もう今、スイスを抜いて世界一の金持ち国です。そして、始まったばかりのオーストラリアアマゾンは、3年後に売上7兆8000億円を達成すると予想されています。 これは私が勝手に言ってんじゃなくてね、オーストラリアの経済研究所の予測です。その新聞記事の抜粋。オーストラリアアマゾンは3年後の2022年には、オーストラリア第6位の小売業者になるだろうと。これから稼ぎやすかった頃のアメリカアマゾン以上に稼ぎやすい状態になります。稼ぎやすかった頃のアメリカアマゾンってね、やる人は一人で、一人でやってんのに月2000万以上とか売ってましたからね。 月2000万以上売って利益は3割だったら月収600万ですから、まあそういう状態に、えー、オーストラリアがなる可能性が高いと、ね。で、少なくとも、まあ月収600万もいらないってい人がね、この動画を見てる人じゃ多いと思いますけど、少なくとも今の本業の所得以上に稼ぐんであれば、まあオーストラリアアマゾンが3年後にね、えー、もう売り上げ増えてきた頃には、あるいはその前には、えー、十分達成可能です。なぜか、 それはオーストラリアが景気ということもあるんですけど、まあ、先ほど言ったね、えー、税金が重くて、えー、幸福と感じにくい日本。なぜか、ね、社畜、もう奴隷のように安月給で働かされてる人が多いと。それって大変不幸なことなんですけど、ただ、申し訳ないですけど、輸出する商品の仕入れ場所としては最高です。何しろ、奴隷並みの給料で、30年前の給料で、 30年前の物価で物が売ってます物価の安い日本には輸出すれば儲かる商品がいくらでもありますこれら商品の例もうダイソー商品でも高く売れますおもちゃももちろん高く売れます家電も高く売れますヘアアイロンゲームコントローラーコピック プラモデル。プラモデルのパーツ。家庭用プラネタリウム。お菓子、ジャガポックル。日本のウイスキー、響き。まあ、このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。そして始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスです。そのオーストラリア,アマゾン、どういう風に始めてどう稼ぐか、それを完全フルサポートします。